魂と魄、心と体。人間っつうのは2つのエネルギーでできてる。そのうち魄の気が桁外れな珍しい人間が妖巫女。妖が食えばものすげえ妖力が得られるんだってよ。よくわかんないけど、私は超ハイカロリーの悪魔的限定スイーツってこと。なんで嬉しそうなんだ。あやかしトライアングル知ってっか。風巻祭り A 組の。ああ俺っ子結構可愛いよな。派手だけど。お前らああいうのがいいのかよ。 A 組ならルーシーちゃんでしょ。どう見ても。漏れる漏れる。ったく、スズのやつ緊張感がなくて困る。まさか風巻祭り、うん、ここは男子トイレだと何度言えばわかるのかね。いてててて先生、うっかりだよ。うっかり何度うっかりを繰り返せば気が済むんだ。まったく、うっかり男子トイレとかキャラ付け徹底してんね。バカ。ネタのために体を張る覚悟、尊敬するっす、祭り師。はぁ、女子って結構大変だな。すずにもあれこれ言われるし。足開きすぎ。階段ではスカート気にして。うん、ま、自分で思うのもなんだけど、結構いい体してるもんな。少しは気をつけた方がいいのかも。ふむふむ、なるほどなるほど。祭り、ズズ、うん、お前な、夜はあやかしが活発なんだぞ。気軽に出歩くなよ。いくら家が近いからって。どうしたんだよ。心配になってさ。白金の力を封じた巻物、あいつきっとまたあれを狙ってくるでしょ。だろうな。気にすんなよ。だからあれ以来俺が肌身離さず懐に入れてんだ。あいつが来たら返り討ちにしてやるさ。今だってほら、風呂にまで持ち込んで守ってんだぜ。めんどくせえけど。そこにあったか。容器の煙、方針の巻きが。にゃははバカめ、かなで鈴の姿に惑わされ容器探知を怠るとは。白金タヌキかてめえ。弱体化しても平家の術くらいできるのである。方針の巻きはいただいたぞ。風巻祭り、くっ。人間の女子が裸のままでは追ってこれまい。今のうちに封印を解き元の姿に。ハレンチだ。うわ、そうか、心は男だ。あいつ全裸上等というのか。しかし人としてそれはどうなんだ。風巻祭り着想、払い人装束。それそういうアイテム。払い業界なめんな。日々職人がいろんなもん開発してんだよ。払い人具、風魔手裏剣。ありなのかな、女の子同士って。かっこよかった。もし男子に戻れなくても祭りなら行けちゃう私。いやいやいや、受け入れてどうする。祭りはなりたくて女子になったんじゃないし。でもどうしたら。動物虐待、こんな可愛い生き物を殺す気か。あやかしだろ。たく、やっと捕まえたぜ。じゃ覚悟しろよ、風に散らしてやる。祭り、スズ、あやかしみこ、相変わらずうまそうな。余裕あんなお前。白金を払っちゃダメだよ祭り。え、白金がいなくなったら祭りにかかった術が解けなくなるかも。だからダメ。チャンス、この危機を我が輩の圧倒的生存術で乗り切る。ぐるにゃーん、スリスリ。あ、てめえ
プライドねえのか、あやかしの王。娘の言う通りである。我が輩を消せば術は呪いとなり、お前は一生おなごのままだぞ。すず、どけよ。こいつは元の姿に戻ってお前を食いてんだ。払うしかねえ。あれ、祭り、でも仕方ねえよ。たとえ一生女のままだとしても、人に害をなすあやかしは払うのが俺の役目だ。すず、祭り、簡単に受け入れないでよ。私のせいで女の子になっちゃったんだもん。祭りが一生男子に戻れないなんて私が納得できないよ。どうしたらいいのかわかんないけどさ。たく、相変わらずわがままだな。昔から言い出したら聞きゃしねえもんな、すずは。よし、わかった。今日からお前をうちで飼う。おお、チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。